とにかく飲食店は今回のコロナで地方の方が厳しいんだと。地方の方が苦しい。さあ、なんでかって言ったら、はい、今日はね、久しぶりに一人でっていうことで、まずニュース関係でですね、ちょっとびっくりしたニュースですかね。北陸フードシステムさんっていう会社が倒産ということでニュースになりまして、これは北陸フードシステムさんという名前で知ってる方は多くはないと思うんですけど、福井の方のメガフランチャイジーとまでは言わないんですけど、星野コーヒー店を15店舗、あとは神戸クックワールドビュッフェっていう、神戸物産ですね、業務スーパーさんのやってるが本部の FC、 これをやられてる会社で、福井富山とかでロードサイドに星野コーヒー店とか、そこの神戸クックワールドビュッフェ作ってたコロナまでむちゃくちゃ伸びてた会社なんですよね。設立は2002年なんですよね。メガフランチャイジーとして活躍しだしたのは2013年に星野コーヒー店を開店して、そこからブームに乗って、星野コーヒー店ってこれはちょっとドトールがポメダコーヒー店を真似て作ったロードサイドのコーヒー、これがやっぱり流行ったんでしょうね、当たったんですよね。これをどんどんロードサイドで展開していって、フランチャイジーとして多店舗展開するっていうことにこう活路を見出して、そこから一気に伸びてたはずなんですよ。それがだからこのコロナで一気にいい業績が陰ったということなんですけど、ただコメダってそこまで落ちてないですからね。だから星野コーヒー店がどこまで落ちたのか、神戸クックワールドビュッフェの方はこれビュッフェ形式なんで、これはやっぱりコロナに結構影響あるんだと思うんですよ。でも急激にこう落ちたんですよね。ブチエライチャンネルの藤村さんとかが分析をされてましたけど、とにかく飲食店は今回のコロナで地方の方が厳しいんだと、地方の方が苦しい。さあ、なんでかって言ったら、テレビを見てて、東京とか大阪とかでマンボウだ、緊急事態宣言だっていう、そういうニュースばっかりやってると。田舎の人は東京じゃ本当どんどん重症化して、どんどんもう人が亡くなってぐらいに思ってる人がイメージとして多いですね。だからこれ大変だということで、地方の方がより外食とかしなくなってる。緊急事態宣言とかマンボウとか出てなかったら、これは協力金とかも出ませんから、より厳しいんだという、そういう流れの中でこういうことになったんじゃないかなというふうに、一つがこれ一つの分析ですね。でもう一つは、このフランチャイズチャンネル的にいきますと、最初うまくいったんでしょうね、星野コーヒー店が。それでどんどん多店舗展開した、銀行もこれは貸しますよね。星野コーヒー店やっぱり米だと同じように1億弱かかるんですよ、1個作るのにね。でも銀行は貸してったと。神戸クックワールドビュッフェの方は僕どのぐらいの初期投資かわからないですけども、やっぱりかなりの投資だと思います。でもまず1個出して、既存店の調子がいい、だからフランチャイズっていうのはそこに銀行からの融資っていうのは引きやすいんですよね。でどんどん増やしていって、そうしたらコロナで一気に全店が売り上げが悪くなると。成功して多店舗展開したがゆえのリスクがあったっていうことになって、もちろんコロナの影響ですから運も悪かったと思います。でもニュースのこの数字で見ると、負債総額が27億ですよね。売上はどのぐらいあったかというと、ピーク時の2020年4月は、これちょうどコロナの前ですね、2020年4月だからコロナの直前、ここは13億売上があったというのが、2021年4月は7億まで減ってると、半分になってるってことですね、売上が。それは売上が7億で、そりゃ負債が27億あれば、それはやっぱりこうなってしまうのもしょうがないですよね。ここあと確かアプレシオとかもやってたと思うんですよ、インターネットカフェ。これもやっぱりコロナで苦しいと思いますし、今回非常にフランチャイズ業界としては残念なニュースになりましたけど、これは一つ教訓としてですね、同じタイプの店を一気に短期間に多店舗展開、銀行もどんどん融資をしてくれるから出していった。コロナ、これは外的要因で運が悪かった分もありますけど、売上が一気に半分になって4倍5倍っていう負債、これはとてもとても普通の会社じゃ耐えられないんで、倒産に至るという、ことが起こりましたという、フランチャイズ展開をする上で一つの教訓として失敗から学ぶというところで覚えておかなきゃいけないことだと思います。今回は以上。